はい、どうも、鳥海です。本日もよろしくお願いします。ということでね、今回の動画は、中日ドラゴンズ2023年個人応援歌に突っ込んでみたということでね、まあ、前回、前々回、前々々回ね、阪神と巨人とベイスターズの、ね、天敵オールスターズの応援歌にね、ちょっと突っ込まさせてもらいましたけども、自分の応援してる我が中日ドラゴンズはね、応援して声がちゃんと届いてるのか、応援歌通りに選手が活躍できてるのか、そこのところね、ちょっとね、突っつけてみようかなと、調査してみようかなというところでね、歌って終わりじゃダメなんで、歌って選手が活躍してハッピーエンドですから、ハッピーエンドにちゃんとなってるのかっていうところをね、今回、がっつりね、調査していこうと思います。まあ、たくさん選手がいるのでね、たくさん個人応援歌があるので、早速ね、行きたいと思います。ということで、背番号3、高橋周平選手ね。まずは行こうと思うんですけどもね。球は伸びゆくとはに、全然とはに球が伸びてなかったね。なんなら外野まで、外野のフェンス越えたのかっていうところですよね。いただきへ、さらなる高み、もちろんさらなる高み、もっともっと高み目指せますけどね。今が高くないから。さらなる高みを、もっと高みはいけるんだけどさ、なかなか応援歌通りにはいけなかったというところでね。まあ応援歌からするとね、まあ今回は罰なんじゃないかなと。打率2割1分5厘、ホームラン0本、1回もね、いただきへボールが飛んでませんから、とまに飛んでませんからね。14打点、OPS524、得点圏3割4分1厘、得点圏3割4分1厘が、なんかびっくりだけどね、想像以上に打ってるなっていうところだけどもね。まあね、周平選手本人も今年は何もしてないって言う、自分が自覚してると思うんですけど、一番ね、158打数で41個の三振っていうことでね、他のチーム、他の選手見てもね、明らかに打席数が少ないのに三振数が多いっていうね、だったらホームラン打てる長打バッターだから三振が多いんだったらね、細川選手みたいに納得はいくんですけど、そうでもないっていうね、率も高くないっていうところで、まあ、周平選手が一番すごかった時はね、ミスターツーベースじゃないか、ボンボンツーベース打ってたけども、周平選手がこう、ホームランを増やそうとしてね、そっからバッティングがちょっと落ちてしまったっていうところもあるけども、やっぱり自分は長打を狙っていくのか、率を残していくのか、もうそろそろはっきりしてもらわないと、どっちつかずじゃもう一番使ってもらえないっていうかね、もう、だいぶ周平選手にはもう、立浪監督になっても期待してね、彼がキーマンって言われてる中で使ってもらってもなかなか正直バッティングの方では結果残せなかったっていうことで、まあ周平選手が結果残してたらね、こんな順位にね、いる一つの要因にはなってないと思うんだけど、もっと上にね、入れたと思うんだけど、ドラゴンズが。やってもらわなきゃいけない中堅選手だったっていうところでね、まあ、複数年契約結んでるから、ね、来年も多分ドラゴンズだと思うんだけど、いや、本当にもう立場的にも石川昂弥が出てきたりとか、それこそまた中田翔選手が来たから、まあ出れるね、スタメンの機会っていうのは減るかもしれないけど、やっぱ代打とか、もうそっちでね、結果残していくしかないんじゃないかなっていうね、まあドラフト1位ですけど、もうちょっとうかうかしてるとね、いつまででもこの周平選手の応援歌ね、昔とちょっと歌詞のね、リズムは一緒だけど歌詞は変わったりして、ね、受け継がれてますけど、まあこの周平選手の応援歌個人的にはね、好きだから、歌い続けられるように、来年ね、もう本当に何回も言ってますけど、いじみしてほしいなと思います。ひどくりれ勝利の糸を手繰り寄せ、かかり火のごとく地球を照らすホームラン、かとぼせるかい。ということで、次のバッターは背番号4、向井康介選手ということでね、まあ、一振りで勝利に糸を手繰り寄せる、かかり火のごとくチームを照らすホームランは確かに持ってんのよ。確かに持ってる。ね、今年ホームランね、3本打ってます。3本打ってます。もうソフトバンクのペイペイドームで打ったホームランは、やばかった、一撃は。練習ではめちゃくちゃ飛ばすからね。ウィンターリーグかなんかで巨人の萩尾選手にね、ウォーカーとか遜色ないぐらい飛ばすっていうね、練習ではめちゃくちゃ飛ばせるから。まあ、アウトレインハイもね、数年前に東京ドームかな、練習姿見た時に、一人だけとんでもないぐらい飛距離飛ばしてるね、アーティストがいるなと思ってたんだけども、その確率を上げなきゃいけないっていうところでね、まあ、応援歌通りではないなと。まあ、こちらも応援歌比べると罰なんじゃないかなと。打率1割4分3厘、ね、ホームラン3本、打点5、OPS423、ホームラン3本のうちね、ホームラン打った試合は1勝2敗ということでね、1回しか照らせてない。2回は結局、まあ、鵜飼選手だけのせいじゃないんだけどね、これはね、他の選手の絡みもあるんだけど、まあね。ちょっとあまりにも率が低いっていうところで、まあ2021年のドラフト1位2位のブライト、鵜飼でね、比べられるけど、もう来年ね、もうウィンターリーグでホームランかな、4本打ったから、率もね、高めに残して、頼むから、OPS 高めにして、来年、鵜飼選手のね、公式戦で、
ボール飛ばす姿見たいよね。うん。まあね、正直ホームラン打てるから打率はね、2割5分でも、4打席に1回ツーベース打つだけでもめちゃくちゃ価値があるから、それぐらいの気持ちでね、うん、まあ、やっぱりある程度打席を与えてあげないと、代打代打だと余計に空振り三振になっちゃうのかなっていうね、ところが難しいんだけどね、打席も与えたいけどでもね、勝ちを考えるとみたいな、まあ、非常に難しいところであるんだけども、まあ、来年、もうそろ、まあ、ブライト選手か鵜飼選手か、どっちか出てきてくれないと、うん、勝利の一途手繰り寄せてくんないと、困ります。極めるよ今見せてやれぬわけそのな響かせていざ終わりなき道を行くかとろせあきらということで今度は背番号ラッキーセブンネオアキラ選手ということでもうネオアキラ投手っていう方がねいいのかなということでね投手転向になりましたけどもね今シーズンまあギリギリね、後半戦もギリギリのところで東京ドームでも現地で見ましたけども、素晴らしいピッチングしてくれたということでね、2000発で防御率 0.71、もうそのうち1試合はね、もう名古屋ドーム、バンテリンドームで勝ちがついてていい試合でしたから、いやでも本当に駆け込み上手じゃないんですけど、最後の最後でね、波動を極める男、ね、その名響かせて、いざ終わりなき道を行く、やっと道をスタートし始めたんかなっていう、用意ドンでスタート切れたんじゃないかなっていうね。結果が出そうだけど。本当に、やっとスタート切れたっていうところはね、これは応援歌、うん、丸でいいんじゃないかな。うん。で、打率もね、2割、5打数1安打。打つ方でもね、こう、楽に力が抜けた感じで、1本ヒット出ちゃいましたし、まあ、これからここからっていうところですけど、応援歌見てね、やっぱりね、ネオアキラはね、もう、波動極めてるから、彼がマウンド行くだけでね、こうやって、こうだっけ、もう、こうやってやるだけでね、雰囲気変わるから。あとは、勝ち星のもとに生まれてほしいと。勝ち星を生んでほしいと。うん。彼はやっぱ勝ち星の元に生まれてきた男なんだから。スターなんだから。スターダストの街道を走ってもらわないと。スターダスト街道をね、うん。終わりなき道を行ってもらわないといけないから。うん。っていうところではね、もうちょっとね、1年間トータルで見たらあれかもしんないけど、まあ、ラスト出てきてくれたっていう期待も込めて、来年、ね、マジで頑張ってほしい。今年に関しては、まるで甘いから。飛び出して、大島。やてのごとくそのてチャンスも切り開けかとばせ大島背番号8大島プロということでねもうこちらは文句なし応援歌通りのまるでいいんじゃないでしょうかうん飛び出してるから大島はやてのごとくまあ今からデータで言いますけどもねチャンスめちゃくちゃ切り開いてるからうんもうちゃんとチャンスメイクはしてくれてるからあとは返す方ねクリーンアップ、締めの増水じゃないけど、返す方がね、うん。本当に、最初のお野菜は揃ってんだから、メインよ、メインディッシュ、お肉が、あとは足りないっていうところなんだけどね。まあ、大島プロ、打率2割8分クリーン、ね、もう約2割9分近い。素晴らしいよ。ベテランだからね、彼も38歳かな。そう思えないけど、136安打で、しかも内安打の率がね、17.4% っていう規定立ってる中では、チームトップナンバーワン。まあね、早手のごとくって歌詞にあるぐらいですから、足が速いんだよっていうのはね、健在じゃないかなと。まあ、盗塁もね、企画数自体多くないですけど、成功が6、失敗が1っていうことでね、成功率 85.7%。5盗塁以上ではね、ドラゴンズトップの成功率上げてますから、さすが熟練の技だなと。まだまだ足はね、うん、衰えてないというか、技術があるよね。まあ、ただ言うとね、OPS が650っていうところで、OPS やっぱ7あたりは超えてほしいなっていうのが欲があるけどもね、まあ、得点圏も約3割ということで、しっかり得点圏でもね、強くなってきてますから、まあ大島プロがね、まあ、1年間ね彼的にはもう出た方がこの体の使いやすさ的にはいいと言ってましたけどもやっぱりこれからねレフトっていうところで鵜飼選手ブライト選手がこの大島プロの壁をどかすじゃないけどそうなってくるとドラゴンズも強くなると思うんですよで大島プロが左の代打とかねなってくるとあれだと思うんですけども大島プロもね今日あのツイートかなんか記事に見ましたけどもね 30% あの去年のデッドボール食らったところがまだ 30% から 50% ぐらいしか回復してない中でね完治してない中でこれだけの成績残してますからすごいよと本当にね彼にしか分からない痛みとか体の不調とかねやっぱ年齢を追うごとに若かった頃できた頃ことがねちょっと変わってきた変化が出てくると思うんですけど毎年安定感も半端ないからね本当にドラゴンズの財産だなと思いますし、まあ、大島プロがねうんもうに負けない選手が出てこないと正直ねいけないんじゃないかなとうんもう強く思います。ただ無理だね夢だな振り抜けたかや、止まってたかや、夢の放物線。たかの不意地だね、二度目戦え、かとばせたかや。背番号25、石川たかやということで。
最高だがやということで、まあ、こちらはね、三角で行かせてもらおうと思います。まあ、ちょっとね、もう今回の査定ではね、珍しく三角で行かせてもらうんですけども、まあね、確かに挑んで戦って、振り抜いて飛ばしたか、夢の放物線ね、確かにホームラン数はね、まあ、今から言いますけど、結構打ってくれたんですけど、やっぱこう、歌詞で言うとこう、引っ張ったホームランっていうのがね、アウトルイン杯はこの歌詞から行くとですよ、イメージから行くとね、もっと見たいなっていうね、うん。ちょっと強引に振りすぎじゃないかなっていうぐらいもっと振ってほしいなっていうところはね思うんですよ、応援歌から見てもね。またゲップが出そうだったけど、さっきちょっとお昼に蒙古タンメン食べたからもうゲップが出そうだけど、うん、打率が2割4分に、まあ、これは仕方ない。ホームラン13本ね、打点45、まあ、倍打ってほしいけどね、倍。ホームラン26本の打点90、来年は。で、ホームラン13本打ってね、5勝7敗っていうところで、うん、ホームランがね、やっぱり勝ちに結びつききってないっていうところがね、やっぱ石川昂弥がホームラン打った時はもうドラゴンズが勝つじゃないけど、そういう風になって、まあ、これはね、昂弥の問題が全てではないんだけどもね、まあ、ただね、この守備を見るとエラー数が15、ワーストかな、チームの中でね、やっぱりこうね、まあ、膝のところがまだちょっと感知しきってないっていうところあるにしてもね、やっぱりレギュラーで出る以上エラーが多かったらやっぱサードって大事だから、ボール抜けてったらツーベース、スリーベースになるから、まあ、スリーベースはそうないかあれだけど、っていうところでね、やっぱ来年守備ちゃんとやってほしいなっていうところで、あと得点圏が1割8分4厘っていうね、得点圏にどうしてもやっぱりこうね、本人もなんか記事出てたかな、得点圏になるとちょっとランナーいないときはね、楽にいけるけど、ランナー得点圏になるとちょっといろいろ考えちゃうみたいなね。でもやっぱり4番打つんだったらね、チャンスで強いバッターになってもらわないと、打点ガッポガッポ稼いでもらわないとっていうところあるから、OPS もね、676、7も超えてないっていうところで、もう7じゃなくて OPS8 いかなきゃいけない、9いかないといけない選手ですから、っていうところでね、まあ、ツーベースが27本、チーム2位っていうのはね、まあ、さすがやっぱり長打力ある選手だなと、まあ、センターから逆方向に打つね、このツーベースっていうのはね、うまいなと思うんですけども、もっとまっすぐにも強くなって、こう、ストレートガチコリ引っ張れるようにね、なってほしいなっていうところで、まあ、応援歌、うん、もうちょっと応援歌からやっぱアウトリーフは引っ張りのね、応援歌っていう風に聞こえるんで、まあ、三角に期待も込めてね、三角にさせていただきます。見せろ、今、勝利のため。かっ飛ばせ木の下背番号35キノタク選手ということでね、キムタクならぬキノタクですよ、うん、アウトルイン杯的には押してるんですけどもね、というところでね、成績2割3分7厘、まあね、途中で怪我っていうか離脱したっていうところもあったのでね、まあ1年間フルで出れなかったっていうところはね、あるんですけども、己の道を信じ切れたのかなっていうところではね、途中ちょっと疑心暗鬼になっちゃったんじゃないかなっていうところでは、まあ、やっぱりもっともっとやれるだろうっていうところも含めてね、アウトレーンは期待してるので、まあ、ちょっと評価的には、通信簿的には罰かなと。ね、ホームラン5本26打点、パンチ力もね、あるんだけどね、まあ、失策、保逸がね、1個しかないっていうのは、やっぱりこう、守備力ではドラゴンズの中でも一番を争えるキャッチャーじゃないかなっていうね、まあ、打つっていう意味で宇佐美選手いますけど、やっぱりポロポロあるっていうところで、やっぱキャッチャー一番ま、安心して任せられるのは、やっぱり気の毒じゃないかなっていうのはね、このデータから見てもね、わかるんじゃないでしょうか。まあ、OPS が658っていうのはね、これま、さっきから OPS6 のバッターばっかりなんですけど、もう全員頑張らなきゃっていうところなんですけどね、ツーベースが15本っていうところはね、まあ結構、長打含めて、まあ、キノタク選手のパンチ力がね、出てるかなとは思うんですけどね。まあ、もう年齢的にも30、で、今年もう複数年契約断って単年で契約しましたから、ね、来年 FA 取るっていうことで、まあ、自分のためにも、チームのためにも頑張ってもらって、もう来年ね、まあ、今年阪神の坂本選手がね、がっぽり年俸も上がって、ね、日本一になりましたけど、勝てるキャッチャーになってほしいなっていうところでね、キノタクが。うん。勝利のためですから、うん、勝利のために見せてくれっていうね、応援歌になってますから、勝てるキャッチャー来年ね、なってほしいなってね、ガチの。さあ、飛び立て、栄光の頂へ、秘めた思い、今竜の空へ、舞い乗れ。かっ飛ばせ、竜宮背番号45竜宮ね、今年のビジターの特定推し強化選手で選ばさせてもらって応援したんですけど、まあ応援歌から行くと、やっぱり今年は罰なんじゃないかなと。まあ、仕方ないでしょう。うん、応援歌かっこいいからね。アウトルイン杯的に一番個人で、個人応援歌の中でリュウクが一番好きだから、本当に。うん。栄光の頂へ飛び立ってないから、羽が生えてない今年はね。うん、秘めた思い、秘めたまんまになっちゃってるからね。空に舞い登ってないのよ、リュウが。うん。モグラになっちゃってるから、土の竜じゃないけどさ。
もう輝きのものはうちに秘めてんだから、あとは外に全部出さなきゃね、隠してたらもったいないよっていうところなんですけど、うん、打率が1割8分7厘、2割切っちゃってるっていうね、277打数もね、打席結構与えてもらったのに、うん、結構我慢して使ってもらったのにね、なんだかんだ、まあ、後半戦は仮捨てになっちゃったけども、っていうところでやっぱ今年ね、二遊間が空いてる、ね、トレードで出して空いてるチャンスっていうところで、取り切れなかったっていうのは、まあ、本人からすると非常にね、悔しいんじゃないかなと。ホームラン1本、打点18。ね、なんなら意外に打点稼いでるなって思っちゃうけどもね。得点圏2割1分3厘だからね、やっぱり得点圏で回ってきて打ててないっていうところでもっと打点稼げてるんじゃないのかっていうね。8番リューク多いけどね、やっぱ木浪選手のようにね、得点圏でこう打てるバッターになってくれたら、まあ去年の後半戦はね、得点圏高かったからね、リューク。引っ張れたからね、強い打球がっていうところでね。まあ2ベースが3本でね、3ベースが2本。3ベース2本は普通にアウトリーハイすごいなと思うんだけど、ってことは2ベースももっと増やせるよねっていうね、思いますけどね。うん、まあ、12ギダはね、チームトップっていうところで、やっぱりね、まあ、8番でこう、バントをする機会があってね。まあ、バントはセーフティーバントはリューク上手いからね。ここは際立ってんのかなと思うんだけども。やっぱり、打ててからのセーフティーバントだから。全部セーフティーバントじゃ相手もね、警戒してくれないからっていうところあるからね。まあ、守備も8エラーっていうところで、まあ、センスがいいからね、追いつける範囲が広いから、よりエラーも増えるのかなっていうところだけど、もっともっとね、ゴールデングラブ取れるぐらいのね、まあ、UZR では輝きの数字放ってるけど、本当にリュークもっとやれると思うから、まあ、何せね、やっぱり、2割、いくらなんでも2割3分4分は打たないと、いくら守備がいいからと言ってね、うん、二遊間守備が大事だからとは言ってね、うん、OPS456、OPS5 切ってるから、さすがに溜まったもんじゃないよっていう。今日一発目の溜まったもんじゃないよ、出させてもらいましたけど、まあね、うん、来年ね、まあ、ドラフトでこれ、津田選手とか、辻本選手が入ってきてるから、ね、ますます出にくくなってると思うけど、ま、なんとかね、うん、こんなもんじゃないと。うん。大見高校、大見魂に捨ててもろって、来年マジで、もう一回、崖から、這い上がってほしいなっていうね、メンタルが強い方だと思うんで、リューク。そこは、アウトリーハイもね、結構リューク選手のストロングポイントなんじゃないかなと思うんで、いい意味でこう、開き直れるっていうかね。まあでも本当にね、本人の表には出さない、ね、悩みとか、苦しみとかあると思うんですけども、ここを一個乗り越えてもらってね、うん、まあ、期待があるからこそいろいろ言われちゃう選手だと思うんで、期待そもそもされてなかったら何も言われないから、そのままね、もう終わってしまうっていうところだけど、言われてるうちに、バーン花咲かせてほしいなってね、思います。翼広げ、舞い風、鮮やかに、我らの歓声、受けて、羽ばたけ。加藤翔平ということで、背番号52、加藤翔平選手。確かに、守備の方ではね、巻いたってね、ジャンピングガッチじゃないけど、ものすごい守備してくれたんだけども、総合的にバッティングを含めるとね、まあ、翼、広げられなかったんじゃないかなっていう、閉じてたんじゃないかなっていうね、歓声はしっかり受けてたと思うんだけど、っていうところで、まあ、ちょっと今年に関してはバックなんじゃないかなと。うん、40打数9安打、打率2割2分5厘。まあ、特にね、代打で来たりとかね、そういう場面もあったと思うんですけども、0ホームラン、打点4、盗塁2、失敗は2ということでね、盗塁成功2、失敗2ということで、50% ですから、まあ、加藤翔平選手、もっともっと盗塁できる選手なんじゃないかなっていうね。まあ、むしろね、それができたらもっと起用方法が広がるっていう、守備も良くて、足も使えて、バッティングもいいってなるとね、もっともっとね、彼のこの選択肢幅も広がると思うんですけども、どうしてもね、得点圏1割6分7厘かな、OPS504 っていうところで、やっぱり今年ね、せっかく代打のチャンスね、まあ、この後の選手でもね、もっともっとチャンス与えられた選手いるんですけど、おー、やばい、ゲップが出そう、しゃっくりが出そう、今出てたか、見苦しいとこすいませんなんですけど、いやーね、でも、やっぱ守備はね、ピカイチなもん持ってるんで、次のね、出てくる後藤俊太選手っていうのがいるんですけども、タイプ的にどっちもね、守備固めに似てるんで、まあ、数がいるのはいいことだと思うんですけども、やっぱりこの二人でね、差別化を図るじゃないけど、一個抜きに出るにはね、序列一個上がるためには仲良し講師してる場合ではないと思うんで、バッティングの方か、まあ、特に後藤俊太選手よりは加藤翔平選手の方が、盗塁できる選手の方だと思うんで、うん。ね、その能力はあると思うんで、そこでね、やっぱ武器を作っていってほしいなと。まあ、三好選手が今のドラゴンズのダイソー一番手かもしんないですけど、プカプカ空いてますからね、盗塁要因が。ね、まあ、育成で早い選手とか取りましたけど、高松選手もいなくなっちゃいますしね、個人の応援歌で。うん、トレードセーブいっちゃいましたけど、そういう意味では加藤翔平選手ね、これ足使って来年ね、ドラゴンズに守備だけじゃなくて、もっと出場機会増やしてほしいなっていうところが、アウトレイハイをね、うん、思います。ここで切れろシューナープライドをかけた一打さあ今この舞台で夢が動き出す
加藤瀬俊太ということで、背番号53。後藤俊太ということでね、シュンチェルですよ、シュンチェル。ねえ、もう今年は特に代打の一番手でね、結構な打席与えられたと思うんですけどね。180じゃない、嘘ついた。1割8分2厘で、44打数の8安打っていうところでね、もっともっと打てたんじゃないかな。打ってくれたらね、来年ね、もう代打の一番手って言えたんですけどね、本人からしたらチャンスだったと思うんだけど、0ホームラン6打点、三振が18というところでね、結構三振も多いっていうね、ホームランバッターじゃない割には三振が多くて率が低いっていうところ、ちょっと使いづらいかなっていうね、OPS510。まあね、守備はね、本当にまたこれね、肩も含めて、加藤翔平選手タイプでいいんですけど、やっぱ盗塁できるまでの脚力はないんで、やっぱバッティングの方でね、まあ、パンチ力なのか、率残すのか、まあこれ周平選手と同じタイプになっちゃってますけど、まあ加藤翔平選手に勝つためにはね、逆に今度さっき言った加藤翔平選手勝つためにはバッティングでね、結果残さなきゃいけないっていうね、立浪監督からもかなり期待されて代打で出してもらってたと思うんですけどね、ここでやっぱり結果残せなかったっていうところでは、ちょっとこれね、応援歌、罰なんじゃないかなと、今年にかけ、関しては、プライドかけた一打っていうところでね、プライドかけたのかわかんないですけど、一打打てなかったですから、決めきれなかったですからね、夢が動かなかったですから、夢が夢で終わっちゃってましたから、まあ悔しいんですけど、まあね、結構オリックスの時もこう、たまにパーンって打つ時は打つからね、期待するんですけどね。っていうところで、ね、まあ後藤俊太選手も加藤翔平選手もね、守備がいいだけで止まらないでほしいですね。もちろんそういう選手もドラゴンズで必要なんですけど、それプラス足なのか、それプラス打力なのか、そういうところでね、この応援歌通りの、もう応援歌からしたらこれね、まさに代打に匹敵するような応援歌作られてますから、あとは彼が決め切ってね、応援歌通りの丸っていう査定がもらえるように、来年本当に、頑張ってほしいなと。まあ、特に今年中島選手とか取りましたから、代打の回数は減るとは思うんですけど、もう一回一からアピールし直してほしいなと。夢導く希望の道を、光る日差し、さあ歩み続けよう。ということでね、背番号60、今年も背番号1にね、この間変わりましたけれども、林ということでね、もうこちらは問答無用、丸でいいでしょう。久しぶりの丸いただきましたけどもね、夢へ導く希望の道、めちゃくちゃ道に見えてくれましたよ。ね、案内係の誘導係じゃないですけども、後ろからこう、押してくれましたからね、本当に。ひたむきに前進歩み続けた、止まらなかったよね。29試合連続安打、めちゃめちゃ前に前進してるやないかっていうね、素晴らしかったんですけども、2割7分クリーン、もっと打率残せるんじゃないかなって思っちゃうぐらいですけどもね、143試合出たっていうね、フル試合出たのがもう本当にね、体こそ大きくないかもしれないですけども、秘めてるパワーがすごいよね。本当に年間通して試合出続けて安定した成績を残せるっていうのが、本当にエクセレントよ。163安打、最多安打もね、2年連続取れるかっていうところまで争ってね、もう来年は奪還してほしいけどもっていうところでね、内野安打の率も 15.3%、規定乗ってる中で大島プロに次ぐ2位ということでね、まさに足が速い。まあね、林選手らしいですけども、ツーベースが21本の、スリーベースが10本。多分スリーベースね、これリーグでトップだと思うんですけど、10本ですからね、スリーベース。溜まったもんじゃないよ。溜まったもんじゃないよね。本当に。久しぶりの溜まったもんじゃないよ、出たけども。3ホームラン31打点。しかも3ホームラン打ってね、3勝0敗。林がホームラン打つと無条件で勝ちますよっていうね、まあ、たまにホームラン打つっていうところですけども、ちゃんとホームランが勝ちに結びついてるというのはラッキーボーイかなと思うんですけどもね。ただね、ただね、盗塁が成功12個、失敗が8で、盗塁成功率が 60% っていうところ、やっぱもっともっとね、企画数も上げなきゃいけないんですけど、大島プロからね、技を結んでほしいですけど、盗塁の成功率っていうのもね、上げないと、意外にここは結構ね、課題なんじゃないかなっていうところです。あと6エラーっていうのもエラー数少ないかもしれないですけど、ちょっと終盤バテてね、守備でちょっとつまらないエラーっていうところもあったんで、ゴールデングラブは無事取れたんですけど、もっともっとね、上目指せる選手だと思うんで、OPS も688、7は超えてほしい、750は超えてほしい、得点圏284っていうところでドラゴンズの中で言ったら売ってる方かなと思いますけど、まあね、現状でもすごい活躍してくれてるんですけど、やっぱ期待はどんどんもうね、もうこれぐらいの成績は当たり前よっていう選手になれるレベルだと思うんで、さらに上目指して、3割残してね、文句なしの最多安打取ってね、最多安打取って、ゴールデングラブ取って、ベスト9取って、全部取りましょう。まあベスト9今年林取ったか、取りましたけどね、全部取っちゃう。全部取っちゃおう。全部取っちゃおうね。全部タイトル総なめに行こう。まあでも応援歌から行くとね、もう今年はベリベリグッドでした。期待のせいに受けて飛ばせとく。今放つアーチ世界をかけろ。ビシエドホームラン勝利予想。
めきエール投げてホームランホームラン BC へとっていうことでね、背番号66ダブル6ダイアン BC へと、ビシエドのチャンステーマめちゃめちゃ好きなんだけどもね、まあ応援歌から行くとやっぱりバスなんじゃないかなっていうね、勝負強さはきらめかなかったよ感じあったけど大事なところでね、期待はだいぶ背に受けてたと思うんだけどね、なかなかアーチはね世界をかけるどころか日本もかけなかったっていうところでね、期待が大きいだけにね、やっぱり野手の中で最高年俸をもらってるだけにね、期待はするからね、どうしてもね、まあそれが宿命なんだけども、ビシエドが打てば勝つし、ビシエドが打てなきゃ勝てないっていうね、まあちょっと荷が重いなっていうところあるんですけどね、正直いつまででもおんぶに抱っこだから。まあ中田翔選手が来てくれましたけど、打率2割4分4厘ね、ホームラン6本、打点23、まあ少ないかなっていう正直。ただホームラン6本打ったら4勝1敗っていうね、勝率は結構いいって、やっぱりビシエド打ったらホームラン打ったら勝ちますよっていうのはね、データにも出てるんですよ。まあ得点圏が2割5厘っていうね、2割5分じゃなくて2割5厘っていうのがね、ドラゴンズからするとたまったもんじゃなかったかなっていうね。OPS641 ね、エラーも4つっていうところでね、ビシエド選手はゴールデングラブのイメージありますけども、荒木さんもね、前世紀のビシエドよりもどうしてもやっぱ年齢もね、何気に上がってきてて、ファーストコーチやっててね、あれだ取れたらっていうやつもなんかちょっと取れなくなってきたってことも言ってたんでね、っていうことを考えるとますますバッティングはね求められるっていうところで、まあ中田翔選手もファースト上手いってきてますから、これビシエドがねレフトの練習もおそらくするんじゃないかなっていうね、まあ立浪ドラゴンズだとね、守備のことを考えると結構どこのポジションでもやるっていうところで、ビシエド選手もねサードかレフトかわかんないですけど守備練習するんじゃないかなっていう、アリエルよりもね守備範囲はなんかビシエドレフト広いとか言われてましたから、あるんじゃないかなっていうんですけど、まあ何はともあり打ってもらわないとっていうところでね、まあ個人的にはもうちょっとね下位打線じゃないけど、6番ビシエドぐらいが一番いいんじゃないかなっていう。まあそういう打線を組めるには他のバッターがちゃんとしっかりしてもらわなきゃいけないっていうところはあるんですけども。まあやっぱりね、このビシエドのチャンステーマ、これはね、現地で歌ったら盛り上がるもんですから、まあ本当に勝負強さ、きらめくビシエドが帰ってきてほしいなっていうね。まあ来年はね、もう勝負強さきらめきすぎて相手がね、恐れおののく縮こまるぐらいね、バモスビシエド。投資を燃やせ、気迫で守り、我らの歓声受けて羽ばたけ、かっ飛ばせ卓球だ加藤拓馬選手、背番号69ということでね、まあ、こちらはどちらかというとね、出場機会にも恵まれなかったっていうね、1軍では10試合、まあ、0割っていうところで、バッティングではまあね打ってないんですけどもっていうところでやっぱりバッターだと応援歌ね、投資燃やすっていうか、まず燃やす機会がなかったからね、気迫で守り抜く。勝利の歓声もね、受ける機会が少なかった。羽が生える前の準備段階の以前の段階というところでね、まあどうしてもやっぱりね、来年キャッチャー木野拓がいて、石橋選手が若手でいてっていうところでね、まあでも逆に言うとね、バックアップのキャッチャーで出てきてもらわなきゃ困るんですよ。加藤バズーカじゃないけど、与田監督の時一回レギュラー取りかけたけどさ、やっぱりあの方っていうのはね、ドラゴンズ終盤ロースコアっていうところでね、まあ木野拓選手から変わってね、絶対盗塁、させてはいけないっていうところで、こう、ピンポイントで守備抑えじゃないけどね、キャッチャーの抑えじゃないけど、そういう感じで出てもらえるといいかなと思うんですけども、とにかく出場してないんでね、何も言うことがないんですけどもね、まあ、来年はね、まあ、立場的にも結構難しくなってきてると思うんですけども、なんとかもう一回踏ん張り直してね、本当に。もう一回勝利の歓声ね、たくさん浴びれるように頑張ってほしいなと思います。強くたくましい、頼れるナイスがいい、ゴーレツコアルモンテということでね、背番号96ソイルアルモンテ、アルモンテさんね、ヒゲのアルモンテさんいなくなっちゃいましたけどもね、なんかウィンターリーグでもなんか出場のなんか起用方法に揉めて帰っちゃったらしいですけども、まあね、あの2018年だったかな、あの時のアルモンテのね、まあ、輝きがなかったっていうことで、まあ罰だなと、頼れなかったからね、まあナイスガイだと思うんですけども、巧みなその一人で栄光には進めなかったからね、なかなかね、打率1あれ8分クリーン、ホームラン1本打点2ね、まあ、成績っていうか、まあ、そもそも出場してないんであれですけどね、もう一回期待したんだけどな、アルモンテにね、頼れるナイスガイはどこ行ってしまったのかと、まあね、これからどうするかわかんないですけども、もし野球続けられるんだったらね、人間性っていうところはナイスガイだと思うので、もう一回ね、強くたくましい姿をね取り戻してほしいなと陰ながらね密かに応援しております。さあ受け継ぎ挑むこの仲間と共に夢の舞台へ、
加藤聖王の。ということで、ラストはね、背番号22、ドラゴンズのキャプテンといえば王の雄大でしょっていう、この男でしょっていうリーダーはっていうところですけどもね。まあ、応援歌から行くと、まあそもそも今年は怪我して投げれなかったっていうところではね、まあ罰なんじゃないかなと。まあ投げれなかったら仕方ないんですけどね。サワンの系譜ね、受け継いでね。もうこの仲間と共に夢の舞台行ってほしいよ、早く、本当に。もうクライマックス、優勝行かなきゃ、彼がいるうちにっていうところでね。まあ、1試合だけ先発して防御率 0.00 っていうところすごいんですけどもね。まあね、大野選手も言ってましたからね、立浪監督があれこれマスコミに言われて悔しかったっていうね。まあ、契約交渉でもね、みんなで、ね、チーム全体で変わっていかなきゃ変われねえって言ってましたけど。まあね、でもやっぱり大野雄大投手の力は絶対的に必要ですから、まあね、完投完封する能力っていうのはすごかったですけど、まあ年齢も上がってきてベテランになってきてるというっていうところでは、ローテを7回でいいから回ってくれる方がね、アウトローに入ってきていいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、あと打線の援護でしっかり勝たせてあげてほしいんですけどもね、通算が84勝87敗マイナス3ですから、やっぱり貯金できるピッチャーがね、左腕の系譜しないといけないと思うんで、やっぱ左腕の系譜できるピッチャーはね、貯金がないとあかんですから、できるピッチャーですから、やってもらわなきゃ困りますというところでね、さっきから右目がなんかちょっと うずいてるんですけども、ということで、まあね、今回応援歌ね、14選手のうち丸が3つ、三角が1つ、×が10個っていうことで、まあ、やっぱり応援歌通りに活躍してない選手が圧倒的に多いっていうところでね、だから最下位、2年連続最下位だよっていうね、まあ、特にバッターが多いんですけど、まあ、個人応援歌っていうのはね、やっぱりこう、応援歌ってね、応援団の方が意味込められて作られた応援歌ですから、もちろんファンもね、気持ち込めて歌ってますから、その応援歌通りにね、それをはるかに超えるぐらいの選手の活躍してほしいなっていう。でも、応援歌の歌詞見るとね、やっぱりこの選手のことよく見てるなっていうかね、選手の理想系のね、歌詞になってるなっていう、活躍した時の、やっぱ愛されてるなっていうふうに思ったんですけども、やっぱりこの素敵な応援歌をね、少しでも長く自信持って歌えるように、来年ドラゴンズの選手がもっとね、飛躍してくれることを心から願って、来年も現地でね、高らかに応援歌で、ね、歌いたいと思います。ぜひ皆さんの好きなね、この選手好きだよっていう個人のドラゴンズの応援歌とかありましたら、コメント欄に書いてもらえると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。やっぱ個人的にはね、この背番号45、リュウ君の応援歌が好きなんよ。